背中を向けてる君がいる、僕を見つめてる君がいる。
どちらも本当の君だから、今すぐ向かってみる機会、今日自転車こいで君のいる方へ、顔は見えないけれど下で来年は、もうワンドロップが決まってるんですよね。はい、いつか決まったんですね。次更新されるまでは共演者がわからないっていうパターンですか。あ、そう、あのね、ワンマンになる、ワンマンになりそうとかって言われて、すごい、お前しばくって言って、まあ、それ神戸の僕はちょっと分かりませんけど、はい、いやいや、あの工事始めたところね、マイヤーのライブ中に工事始めた、もうあるんですね。いや、そんなこと言うから、うわ、やばー思ってね、だからなんか、いや、でもなんか、ほんなら努力するわとか言って、努力しろよって、走ってばっかりよなんか、ね、走ってる間に走ってるやつ捕まえてこいや。道を戻る途中、君が穏やかに過ぎていく坂道の時間軸、君を笑顔にしたいから歌おう。覗いてる耳が好き、横顔を眺めてる、一日が過ぎてゆく、そんなひとときをぼんやりと時をかけて愛したい、君の描く名もなき幸せと世界の片隅で共に生きている、うん、出された心もどかしく揺れてるんだ、切なさとかすために抱き合った時も、同じあの光が同じ思いで眺めてた、月の通る
永遠君と覚えた照らし出された心もどかしく揺れてるんだ切なさとかすために泣き放った時も全てが昨日とは違うこの恋に身を焦がした月のよう動画を捨ててなかったです。じゃあいいですね。先輩に村下幸三さんがいたはず。先輩、ね、向こうは知りませんけど、ね。なんせ年もだいぶ一回りぐらい上なんですよ、多分。生きてはったらもう60もあったろうと思う。そうですね。若人ですよね。ですよね。ね、うん、先輩とか後輩とか誰か。いや、俺は、まあ、そんな有名校じゃないし、全然じゃなくても公立高校やから。ああ、うん、まあうちも公立ですけど、野茂英雄いてました。誰が？野茂英雄。ああ。あと桂金枝とか。桂金枝ってあの捕まった人。あ、そうです。名前変わったんでしたっけ？まだ金枝は金枝でしたっけ？あ、捕まったな。捕まった。捕まった。しょうもないことで捕まりましたね。前田誠司も出たんですけど、あんまり知られてない。前田誠司って何人トリオでしたっけ？あの村上昌司とで遅れさんとそのもう一人。なんか全然覚えてない。自動販売機真夜中のど田舎ポツンと立っているそこだけ明るいよ虫も遊んでるいろんなドリンクがあるどれを飲もうか迷いに迷うコーヒーにしようかコーラか缶ビールタバコはタスポ後悔しないように選びましょうコインを放り込んでボタンを押したよ出てきたのは間違えて押したウーロン茶だったのどうしよう後悔してるお店のおばちゃんを叩き起こしたよしぶしぶ出てきてもらったよ帰ってもらったよごめんなさいねまた寝てください。この前はうまいことカットしましたね。あの僕が言ってたの前回。ああもう、はい、あのいろいろ ね。あれはおもろかったですよ。だいたいあの放送できない方が面白いです。面白いですよね。いやまさか入ってんやろな。チェックしてる。どうすかライブ予定年末は年末は結構ありますよ忙しいです、ね、なんかバタバタ結構近畿1円ですよね1円というか今まあ京都がねどうしても、まあ、移動が平日とかやったら移動が大変平日とも無理ですね、まあ、無理というか終わってからっていうと終わってからですねやっぱちょっとそうですね帰ったら日付変わりますからねああそうですねでしかも次の日が平日やったら大変そう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 そんな中からね、曲ができたらいえいえ、はい、今日のね、メンバーでございましたよ、はい、また
これ切った後に話したいことそうですよね。そう切った後に話した切った後に本番これはぜひ話したいことがある。みんなこのね撮れてないとこ見たかったらぜひね、お店まで足運んでいただきたいということでございます。はい、で今日のメンバープラス私でした。ありがとうございます。全部